え、てかさ、みんな近くに海あんの？海あるよ。あるっちゃある。え、どっち側どっち側？じゃこっち側来たとしよう。どっちに？南？え、こっち？太陽見ても、見れば方向わかるよ。太陽どこ？こっちが来た？ヤフーニュースよく載る。え、あれってさ、ミコだけなの？え、他のフォロメーもさ、結構載ってんじゃないの？わかんない。ミコさ、エゴサするとさ、なんかさ、なんか最近めっちゃヤフーニュース載ってんだよね。なんかその、ヤフーさんが直接書いてるんじゃなくて、なんか他の、記事の方がネットニュースみたいな感じで、書いてくれて、で、なんか、ヤフーに載ってんね、そんな。みこちやたら多いよ。そうなんだ。しかもさ、いや、めっちゃ嬉しいんだよ。すごいありがたいしさ。ありがとうございますって感じなんだけどさ、なんか内容がね、なんか五目並べとか、なんか五目並べ RTA とか、なんか、この前のやつはね、マネカ杯のやつの、マネカのなんか、ベビーパーでなんか、どうのこうのみたいな、やつとかが、笑ってしまった。さすがに、ごも、なんかベビーパーさんまだなんだろう、ホロライブ全体のやつだからあれだけどさ、五目並べはさすがに恥ずかしかったよね、さすがに。さすがに恥ずかしかったよ。切り抜きネットニュース版だわな。いや、そんな感じだね。いやさ、どうでもいいって言われたらちょっとね、あれですけどさ、まあ、でも、まあ、ワンちゃんどうでもいいことであるじゃん。なんかそう、しょうもないというかさ。ミコの五目並べ RTA なんて世間一般としてはさ、どうでもいいことではないですか。ねえ、平和な記事、いや、平和な記事が一番よ。ありがたいよ、そんな熱心に書いていただいてね。一大ニュースだよ、嘘でしょ。そうでしょ。よいしょ。お母さん恥ずかしい。いや、もうお母さんは恥ずかしがってるよ。恥ずかしいよ。お母さんは。恥ずかしいよ。でも、自分の責任でもあるってことをね、よく言ってるよ。ママのせいかなーって。そうだよ。ママの影響だよ。そうだよ、じゃないが。いや、でもお母さんも、あれなんだよ。言い間違いとか結構するんだよ、言っとくけど。言わないでねって言われてるからさ、あんま言わないけど、うん。お母さんもね、言い間違い結構するの。だから、お母さんの言い間違いなのかなって、言ってるわけよ。そうだよって。映った、映った。困ったもんだぜ。五目並べは違うんや。まあ、それは、本当にそう。五目並べは違う。